この配信は皮膚の難病道化師用魚鱗癬と戦うガク君とその家族を取材したものです。ただいまおかえり。夏休み終わってから初めての学校はどうでしたか？久しぶりやからね、うん、めっちゃ大変やった机の位置とかもちょっと忘れちゃった。あ、自分の机の場所忘れとったん？せや、長くなって夏休み前もちょっと休んどったからさ、長く、うん、みんなよりも長い夏休みだったね。うん、うん、でも楽しかった。うん、何したん今日？今日ね、うん、日直って言ってね、うん、前に立って、うん、座りましょうとかいろんなことを言うのが日直なんやけど、うん、今日日直やった。もう早速日直やったんや。お仕事もあったんやな。うん、うん、お友達とも遊べた？そんな時間なかった？うん、遊べた。何して遊んだ？トランプ。あ、トランプあるんや。いいね。3個ぐらいやるよ。3種類もあんの？ガー君、久しぶりの学校帰ってきたらさ、ヘロヘロって疲れとるかなと思ったらめちゃくちゃ元気でよかった。元気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 。まだだってすぐ帰ってくるもんな。うん、3件しかない。せやな。でもどうやろ、昼から寝そうな感じもしますね。ちょっと熱がなあ、ちょっと暑い。顔も暑いし、ちょっとゆっくりしましょうか、お昼からは。うん、うん、じゃあ明日からも頑張ります。頑張ってください。カカも送り迎え頑張ります。で、うん、おじじゃん、上手に貼れました。計画を立ててそれに向けて進めるっていうのは大事やからな。2年生のうちからそういうのをちゃんと考えてできるっていうのはいいことや、うん、父ちゃんも見習わないか。そうや、父ちゃんこそこういう計画的なカレンダーがいるね。さてさて、はい、じゃあラッキーセブンでスタートですね。幸先いいですね。このカレンダーが終わる9月1日のここに何キロって書けるやろな。74キロ台目標にしよう。 OK、 74キロ台頑張ってください。はい、はい、74キロ台に行ってたら目標達成です。さあどうでしょう。ギリギリオッケー。これを、これをオッケーな。オッケー。オッケーなんこれ。いっぱい夕飯食べた後やから。今満腹やから。9月1日を待たずに目標の74キロ台に、うん、9.9 やけど。いやもうこの頃には73ぐらいいってるんじゃない。ここで一回80いってるもんね。宿題終わったし、父ちゃんも目標体重クリアですよな。うん、またリバウンドしないようにキープし続けます。